でと、そしてと、アルタノの神秘発売後ですね。いよいよここからは発売されたばっかりのというか、撮影したの当日ですよ。発売日当日。これね、もうね、もう、これ、団長が入ってますけど、これね、もう完全に殿様商売というかですね、もう、わけわかりませんわ。何もうこれですごいテンション低いんですよ、実は。これね、これね、熱がね、38度ぐらいあるんですよ、この人。39度あったんだっけ、その前の日は。大変大変。大変大変。お前が大変だよ、って話ですな。だって下準備全部俺らがやったっつうじゃないですか。もうお膳立てを全て僕らが用意しましたよ団長。じゃなかったらこんなタイミングでアクセスできないと思うね。人に頼んだ方がうまくいくんじゃない。ふざけんなバカ。ふざけんなバカ。レジオネーションコードなくしたりとかね。もう風邪ひくない。この時もうねすでに旅団員は、アクセスして方々に散ってます。あの情報収集で団長が何もわからない状態で、あの、インしてると思うんで。そうだね。早くしたまえよ。新鮮ですよね。何もわからないって。これ団長も大変だぞ、ははは、とか言ってるけど、グッピーもっと大変なんだよね。仕事で。こんなことしてる、こんなことしてる場合じゃない。そう。本当に大変というかね、なぜこのタイミングで大変になるかねっていうぐらい大変だった。一週間ぐらい寝てたもんな。よりによってね、よりによってアルタルの発売に合わせて担いからって。もう最悪ですよ。で、旅団員がもう方々に散っていろいろな検証だとか何がどうだとかいろいろしてる時に、はい、後からやってきて、みんなどうかね、調子はみたいな。どこの社長かと。え、そんなに偉いのかと。ああ、もう踊り子。とりあえずこれが、踊り子は、地の上層に行けということで、ああ。来てみたんです。これが確か夕方ぐらいですね。4時とか、3時とか4時とかのぐらい。発売日の、ですよね。そうですね。いや、早い。まだ早いです。お昼頃。あ、お昼ぐらいか。いや、お昼じゃないよ。もうちょっと過ぎてたよ。2時とか3、うん、2、3時だと思う。だって、お昼に開始だった。開始ですって出た時もいなかったじゃん。このこと考えると相変わらず早い人は早いですね。早いですね。みんな走る方向に、うん、まあ旅団員もそこそこ頑張ってそこそこ早めにログインはしたんですけどね。それでも全然追いついてないですよね、最速の人にはね。全然かなわない。ただこの時もアクセスできてない旅団員も何人もいますからね。ああ、そうですか。それも待ちます。もう、あの、インストールもできてなければ、まあ、レジコード登録もできてない。何にもできてない人もたくさんいましたね。そうね。まあね、グッピーの新鮮なコメント。これもう、それもう結構前にもう。そうですね、考えてみれば、あの、2日前のバージョンアップでもうすでにこうなったはずですよね。そう、でもね、アクセスできてないんですよ、グッピー。団長も知らないんですよ。何それとか言ってますよ、この人。どこの情報誌の、情報誌のライター、ゲームライターですかみたいな。これでお仕事してお金もらってるにもかかわらずで、ね、これね、何にも分かってないのに万歳言ってますからね。ノリがいいのもどうだと思うよっていう。ああ。実はこれも2日前から踊ってるんだよね。そうそうなんですか。そうなんですかじゃねえよ。クエストは発生しなかったけど、NPC 自体はいたんです。そう。話しかけても何も始まらなかっただけで。三つ葉の踊り。くねくね。これ未完成だからこんなだっていう感じなんですかね。どうなんですかね。あの、プレイヤーの三つ葉の踊りはちょっと違いますね、うん、これとはね。あ、これもまた違う。違いますね。ガルカも違うよ。だからこれはまだなんか練習中の人だからこんなんじゃないかっていう。それか、あの、もっとプロだから。あるやつ。でもこの人だってまだ修行中なのかな、うん、って言ってた気がするから。っていうか遅いよ。いやいや、一緒に驚く。いや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 。本当に本当に本当に寝すぎましたよ。
しかも今日、だってこの発売日だって、お前絶対来いとか、ふざけんな来いとか、自宅に電話かけて親に起こしてもらわなかったら、お前来なかったろ、だって。ぶっちゃけた話。寝てたろ。どうしようもないから来てくださいって言って来させたわけなんですか。これね。うんうんじゃねえよ。コメンタリーなんだから、ちゃんと返事してくださいよ。時は山頂のダンスに感動して一瞬勘違いしちゃったなんか。あそんなことはない、そんなことはない。いちいちもうご覧あれってガルガルしてた。ガルカ優雅ですね。プレイヤーのガルカの踊りはもっとなんか力入ってるマッスルな感じなんですけどね。なんかサインならお断りだよ。どこにお喜び、金髪ならいいのかって話、そういう問題じゃないだろう。目玉。俺が見てるのに、なんだい、サインならお断りだよ。あ、飛ばされた。これグッピン、これグッピンでしょ、多分。一緒に踊り子取りに行こう。ああ。なんか忘れてますね。相変わらずですね、なんか。なんかイベント起こんねえとか、まあ。このグッピンと団長の役立たずコンビ。何の正解の手順も。二人ならなんとかなるかな。いや、二人集まってもこの二人の場合何もなんないからね。グッピは起きた。踊り子の人に話するから、ミスラーに話しかけてダメだって。面倒言ってますよ、この人。もう飽きてる。もう飽きてる。あ、おお、これが禁断の口ですね。これバタリアの。バタリアですね。過去行こうぜ。いきなりこれもう生えてるんですね。これも22日からいたから。あ、22日からですね。20日からいたから。君が寝込んでる。この2日前にもういたんだ。マグロ。っていうかマグロ増えた、見た。あ、見ました見ました。よかったよね。私も消えたかと思う。だってでもこれネタマグロ作りたい放題だよ。もういくらでもだよ。ドラマティックマグロだよ。レインみたいな。特殊な使い方があるみたいで。それは締めの方でちょっと解説してる予定です。うん、まあ特殊な使い方って言ってもドラマが作れるとかそういうわけじゃないんですね。いちいち打ち込んで消さなくていいね、今度ね。徒歩遅いんだよね。というか、結構かかるんだよね。カコリアとかカコランとか。もう、カコムグとか。カコムグ。カコンフォール。カコンフォール。もうね。もうぐたぐたな会話ですね。なんかね、撮影してると思えないですね。もうね、結構ね、みんなね、20日から団長以外、団長と、まあ、グッピンは仕事をしてたんで、まああれなんですけど、団長とグッピン以外は、旅団員はほぼ、寝ないに近い状態でずっとアクセスして検証とかしてたんですよね。20日からずっと。他の仕事も結構忙しかったんで。そうそう。で、なんで、ノンストップでもうずーっと来て、